はい、どうも皆さんこんにちは、チョスです。ということで残り10分、まあ正確には9分で5周年になります。はい、ということでちょっと長井ちゃん喋ってるけども、あと9分で5周年当日を迎えてしまいますよというところでございます。なのでまあ10分ぐらい前に回してちょっと喋っていこうかなというところでございますね。うん、ということで、まあ、しっかりハチテレも見てきまして、まあ、新しい、イベントとか、新しいストーリーとかで、あとはあの新キャラは来なかったけれどもいろんな UR が詰まったガチャが、来るよとかね、いろいろ情報出てましたけれども、見ましたか皆さん。はい、今回の動画で、まあ5周年の最新情報を全部、まとめて見ていこうと思うので後ほどね見ていってほしいんですけど、ちょっと長井ちゃんうるさいな。長井ちゃんうるさすぎるわ。ちょっと待って。はい、ちょっと長井ちゃんがうるさすぎたので、こっちに、しました。はい、ということでですね、あと8分、あと8分。どうしようどうしようどうしよう。始まっちゃう。ですね、新キャラ情報が出てないと、はい、いうことで、まあ、ツイッターとかでも、当日に、周年当日に UR 来ないんかいみたいなね、皆さんちょっとがっかりしてる方が結構いらっしゃいまして、まあ僕も確かに、まあさすがに来ると思ってたんですよ。うん。なんですけど、まだチャンスありますからね。0時になった瞬間になんかサプライズで新キャラ来るんじゃないかみたいな予想をちょっとしてるんで、まあそこちょっと楽しみにしつつ、で、もし来なかったとしても、7月1日ですね、に、新 UR。で、まあ予想で言うともう水着のシーンになってくるんじゃないかなと、思います。なのでまあそこら辺で来るんじゃないかなと思っております。なので、ちょっと皆さんね、ナインスター、このまあ確かに周年当日にナインスター使いたい気持ち分かりますけれども、ちょっと考えた方がいいんじゃないかとかいうのも思ったりもしております。はい、ということで、どうなんでしょうね。なんか去年は23時にヒイラギの、情報がいきなり出てきて、 UR ヒイラギのね、情報がバーンって出てきて0時になった瞬間ガチャ引けるよみたいなのが出たんですけど、まあツイッターとか見てても公式から特に、ツイートもされてないんですよね。なのでまあちょっと期待できないのかなと思っておりますが、まあ最後の希望、0時になった瞬間に、告知なしで UR の新規が急に来たりするっていう、可能性を信じて待ってます今。はいということで、まあ、めちゃくちゃ眠たいんで、この動画が今日の夜頑張って編集して出すのか、明日の朝になってるのか分かりませんけれども、非常にね、ギリギリの戦いをしております。はいマジで夜動画撮ってる人すげえなって思います。はい、うん、ということで、いやどうなんでしょうね。残り6分でございますけれども、でまあ UR 今来るとなったらどうなんでしょうか。水着のシーンになるのかな。でも水着のシーンやったらなんか7月に来そうじゃないですか。うん、っていうのがあるんで、まあこの0時に何か来るのか何も来ないのかね、非常にね、楽しみでございます。はい、であとまあグッズ関連の話とかもしてましたね。うん、なんか何やったっけ、アクスタでいいんかあれって。そうか、アクスタやな、あのでけえアクスタ、アクリルスタンド、1個1万円するっていうねみんな驚いてましたけども、まあでも確かにね、あんだけでかかったら多分作るのも大変やと思うんで、まあそれぐらいになっちゃうんかっていう感じはしましたね。うん、なのでなかなかね全種類揃えるのは難しいと思いますがねまあ買うんかな、みんなどうなんでしょうか。1万円高えなって言ってる人結構いたんで、うん、どうなんでしょうかという感じですけれども、であとはまあタオルとかクッションとかもね、ちょっと情報出てましたね。うん、であとはあれやね、もう以前の動画でも軽く触れたけど、何やったっけ、8月のサプライズか、はい、これですね。うん、楽しみやなと思いつつ、どんぐらい長いんやろうなとか、動画向きなんかなとか、いろいろ考えちゃいますよね、僕とかやと。うん、ちょっと長そうなんで、動画作るの、これの動画作るのむずそうやなと思ったりもしてるんですけど、どうなんでしょうかね。うん。っていう感じで、まあ、まあなんか今年は当日なんもないやんけって言われそうですが、それまでに結構やってますからね。まあそう考えたら、こう盛大にやってるっちゃやってると思うんですよ。ただまあ当日っていうのがやっぱみんな大事なんでしょうね。うん、なのでまあどうしても当日しょぼく見えちゃう気はするけど、もうすでにすごい UR 結構出てきてるんで、まあなんかしょぼくても仕方ないのかなとちょっと思ってる部分もある。はい。なのであんまりこうしょぼいやんけみたいなことは大きい声では言えないなと僕的には思ってます。はい。
あと2分でございますけれども、まあちょっとずつカットしてるんで実際の時間とはね異なると思うんですが、どうなんでしょうかね。さあ楽しみですねなんか周年サプライズで一気に何スター50個とかくれへんかなとか思ったりしてるんですが、それはさすがに期待しすぎかな、うんはい、ということで、いやそわそわしてきました。ただすげえ眠いですすごい眠いので編集できるかな編集できるかなっていう気持ちがすごいですね。こんだけ喋ってますけど、うん、もう眠たいんで、こっから情報まとめて喋っていけるかなっていう気持ちは非常にありますけれども、まあちょっと頑張っていきたいですね。ということで、あと1分です。もうあと40秒ぐらいと思う。いやー緊張してきますね。まあ5周年ですよ皆さん。ハチナイがリリースされて5年が経つわけでございます。なのでまあ大学卒業してもう就職したみたいな、そんな感じですね。はい、すごいよな、そう考えたらよう続いてると思います。はいね、すごいよ、ソシャゲ5年続くってすごいことですからね、うん、本当におめでとうという気持ちを、動画にしたいと思います。はい、ということでそろそろね、0時になりそうなので本編行きましょうか。よし、0時になったぞ。さあどうでしょうか、見に行きましょう。ホーム、さあ何かしら始まるか、なんかストーリー始まりそうやな。どうでしょうか。さあロードが長い、みんなログインしてる。あー来た、さあ来ましたよ皆さん。監督こっちこっち、もうみんな揃ってるよ。なんか後ろにでけえ花があるぞ。気合入ってるね翼。うん、この時をずっと待ってたから。みんな準備はいい？それじゃあ行くよ、せーの。ああ、それが割れるんやそこが割れるんか。8月のシンデレラナイン5周年おめでとう。すごい、ま、の垂幕の字汚くねこんなこと言ったらあれやけど、すごい渋い字ですね。このくす玉1年生の皆さんが作ってくださったんですよね。あ、そうなんや。とっても素敵だよね。5周年を一緒に盛り上げたいって気持ちが伝わってくるよ。それにしても時間が過ぎるのは早いわね。この前4周年を祝ったばっかりな気がするのに。まあ、確かにそれはそうですね。あれから1年経ったってめちゃくちゃ早いよな。今までいろいろなことがあったよね。せっかくだからこれまでのことを振り返ってみない？思い出に残ったエピソードとか。急に言われると選べないしな。いろんなことがあったし。ねえねえ、ゆうきちゃんは何か印象に残った思い出はある？私ですか？それはやはり皆さんと出会えたことでしょうか。野球部に入って嬉しいことも悲しいこともたくさんあって、どれも皆さんと一緒に共有してここまで来て。ああ泣いてるやん、泣いてもうたやん、ぐすだ大丈夫？すいません、今までのことを振り返っていたらなんだか思いがこみ上げてしまって。まあ、やっとあれやね、フェス限とかも来たしね、野崎ちゃんは関係ないか。泣くのは早いよ、ゆうきちゃん。これからも一緒に思い出を作るんだから。まあそれはそうですね。6周年7周年8周年毎年こんな風にみんなで祝っていきたいわね。そうだね。そしてもちろん目指すのは89周年でしょ翼がいつも言うから覚えちゃった。さすがともっち。私たちはまだまだ走り続けていくよ。監督これからも一緒に頑張ろうね。ああ、いいですね、素晴らしいでございます。さあここなんかあるか、来るか。さあ、八大五周年やったー。監督これからもよろしくね。はい、こちらこそよろしくお願いします。ということで5周年おめでとう、やった。はい、ということで新キャラの情報が来ないということはやっぱり新キャラはないのか。あー、いろいろ来てる。ちょっとスカウト見ていきましょう。はい、あ、はい、ということでですね、新キャラ来ずと、新 UR 来ないということで、確定しました。はい、ということでやっぱ7月1日かなに来そうですね。うん、ということで、なんかそれのためにとここで何冊使わせて7月1日にやばい UR 持ってくるみたいな、なんかそんなね運営の作戦がなんかうっすらと、予想できますけれどもね、
こんな感じで来ております。ということで、まあちょっとここも見ていきたいんですが、ちょっと一回戻りまして、お知らせしっかり見ていきましょうか。8月のシンデレラナイン、はい、ということでですね、めちゃくちゃ来てると思うんで、まあ、できるだけ頑張って紹介していきたいと思います。あ、意外といけるか、そんな量なさそうですね。見ていこうか、まずスカウト情報から見ていきましょう。ということでですね、まあ今回の一番の目玉はこれだと思います。対象の選手が再登場ということで、5周年記念8内プリンセススカウト開催でございます。まあどういうことかというと、過去の UR がまとめてごっちゃになって入ってるよ、でまあ、規定回数分引けば確定でゲットできますよっていう、そういうスカウトになっておりますということで、まあ見ていきましょう。変換ラインナップ、まず、10連するごとにスカウトチケットを1枚獲得できますよと、まあまずこれ覚えておいてください。で、変換ラインナップ、この、3,4,12 選手となっております。これ以外は変換できませんので、皆さんねご注意ください。だからこの中に欲しい UR がなければ、もうガンスルーでいいと思います。はい、ということで、まあこれ、まあ確かに周年を祝いたい気持ちはわかるよみんな。ただ7月1日絶対言われるから、うん、まあそれだけねちょっと、気をつけておきましょう。ということで、まあこっから大事なんですけど、このね、10連引けばチケット1枚もらえるんですけど、そのチケットの枚数によってなんか変わってくるんですよね。まずチケットスカウト5枚でスカウト引いた場合、チケット専用スカウトで対象の UR に覚醒できる SSR 選手がランダムで1人確定です。なので選べません。チケット5枚集めて、引けるんですけど、いずれか1人確定なんで、この中のね12シーンの中からランダムで1枚、なのでまあもしかしたら持ってるシーンがもう1回出ちゃうよとか、まあそういうことも全然ありえるよっていうことですね。はい、なのでまあ全然 UR 持ってない人とかだったら全然ありやなとは思いますが、まあ確実に行きたい方なら次ですね、こちらでございます。スカウトチケット10枚でやった場合、こちらはですね UR に覚醒可能な SSR 選手を選んで1人確定です。はい、なのでまあ確かに10枚やから100連しないといけないんですけど、そうした場合は、この中から誰か1人選べちゃうよっていうね、非常に豪華なものとなっております。はい、でまあということは、これ1回ずつできるんですけど、じゃあ150連したらどうなるのかというと、両方できるんですよね。まずいずれかランダムでゲットできるし、で10枚貯めたら1人選んでできるんで、こっち両方ね1回ずつできますんで、15回やった場合はランダムで1人と選んで1人を、1回ずつ、することができますよっていう風になっております。なのでまあ最低でも、2シーンの UR を150連で回収できますよってことになっております。はい、ということで皆さんね、引きたい方は引いてみてください。ちょっと僕はスルーしてもいいんじゃないかなって思ってます。はい、次ですね、10連スカウトするごとに変換コインも1枚もらえますよと。なので10連したらこのスカウトチケット1枚と、変換コインやった、そうやな、変換コインが1枚もらえますっていう感じですね。でこのコインの方は何ができるかって言いますと、指定の枚数集めると、このアイテム獲得イベントに挑戦できるためのカードに変換できます。でこのカードを使ってアイテム獲得イベントに挑戦できますよという風になっております。でこれでなんか結構、絆の結晶なんか極みをいっぱいゲットできたりするみたいなことを言ってましたので、なんか非常にね、ああ書いてますね、ラインナップこんな感じでございます。はい、お小遣いステージこんな感じになってます。お小遣い、55,555、5周年やからね。はい、で次、覚醒ステージ行くと、まあいろんなアイテムが、まあガラスの靴は1個なんですね、これ5個で良かったんじゃないですかって思うんですけど、まあこんな感じになってたりとか、まあスキル、習得ステージやとこんな感じになってたりとか、まあそんないろいろあるわけですよ。はい、あ、これすごいな、絆の結晶15個もらえたりするで、これすごいですね。この、だからコイン5枚やから50連したら、このスキルリンクステージかっこプレミアムってことを引いたらですね、絆の結晶15個もらえますよ。あ、極みね、すごいな、とかまあいろいろあるわけでございます。心の鍵第15個、すごいな。で、80連した場合はクリスタルベアマックス5体、
なんて豪華なんだ、すごいですね、という風になっておりますと。で、まあラインナップ書いてくれてますけど、まあ、見た感じでわかりますよね。はい、こんな感じになってます。僕はハセマリが欲しいです。はい、って感じなんで、まあ弾きたい方は弾けよという感じです。はい、はい、じゃあ次ですね、シンデレラアドベンチャーというのが追加されました。まあこれは文字で見ていくより正直ね、やった方が早いんで、まあ、ちょっと軽く見ていこうということで、ここに、ホーム行ってここに来てます、左の方に。はい、これ押すと、わーすごいぞ、背景がすごい、ちょっと軽くね、はい、こんな感じで、ようこそ、ここでは普段と少し違った遊びが展開されてますよ。監督さんの選択によってさまざまな方向へと変わる物語をお楽しみください。またここでは事前に用意したオーダーではなく、アドベンチャーオーダーという専用オーダーを使用します。アドベンチャーオーダーには最初 N の選手しかいませんが、どんどん強化していくことでですね、強くなっていきますよと、ね、SR とか SSR、 なんなら UR とかも増えていきますよという感じですね。より先へと進むためにどんな選手を補強するのかも重要なポイントになります。補強については後ほど少し説明するとして、早速プレイしてみましょうっていう感じでやっていくわけでございますよ。はい、でまあこれ以上はもうあれですね、ハチテレ見てくれとしか言いようがない、またはまあなんか後にこれをやる動画を出そうかなと思ってますので、よかったら見てくださいっていう感じですね。はい、でまあこれをやることによっていろんなアイテムとかいろんなねストーリーとかも見れるみたいですよ。このエンディング達成率っていうのがあるんで、いろんなエンディングがきっとあるんだと思います。なのでちょっと見てみる。うわーすごいぞみんな、1,2,3,4,6個か、エンディング6個しかないんか、まだで、まあこれからねアップデートとかで増えていく。ほら見て、もうここに、もうここ見て、ほらもう次のページ行くためのやつあるから、もうこれはねどんどん追加されていくっていうね証なんだと思います。なので、ここでしか見れないストーリーとかもねあるみたいなんで、これ楽しみですね。うん、はい、で次ですね、ストーリー来てますということで、まあ毎年ね記念ストーリーっていうのが出てるんですけど、今年も来ました。5周年を記念して期間限定のストーリーを読もうぜと。でさらにログイン後にタウンマップの、物質に行くとですね、記念アイテムが登場してますよということなので、それだけちょっと見に行こうかなって感じですね。ということで、まあここからちょっと見たくない人は動画飛ばしてください。はい、今この分数まで飛ばしてください。もう一緒に見ていいよっていう方はね、一緒に見てくださいね。はい、じゃあちょっと行ってみますよ。物質、さあ来ました。お、なんかあるやん、これこんなんあった、え、なんかこれ、なんかこれ、おーおーおー、こんなんなかったよね、すごいぞこれ、どうしよう、全国制覇でしょそんなん。まあ、あ、阪神っぽいな、これ阪神っぽいからこれにしよう。わー、すごい、この何、横断幕みたいなやつが置かれてますね。で、なんか貯水南水産女子硬式野球部、貯水南水産ってマジでダサいな、がなんか印字されてますね。いやすごいなこれ。だから例えば全然違うやつとかにしてみたら、あ、すごい、めっちゃええやんこれ、こういうのが置けるようになりましたよと。これだけ、あ、これだけやね、はい、という感じでございます。いやこれ面白いな。まあ皆さんお好みのやつにしてください。これなんかアップデートとかで増やしてほしいですね、背景とか文字とかね。うん、まあ今んとこ僕これでいきますわ。めちゃくちゃ阪神やけどな。めちゃくちゃ阪神寄りの横断幕なってるけど。だけか。意外と少ねえな。なんかもう終わったわ。これなんかわざわざ0時まで粘る必要なかったかもな。やっぱこれちょっとだけな。ごめん、あんま言いたくないけど、ちょっとだけがっかりしました。ちょっとだけね。うん。なんか期待しすぎてた部分はあった。うん。ただまあ、やっぱり一番、分かったわ、一番の、目玉、これですわ、シンデレラアドベンチャーですね。はい、皆さんもう0時00分からやってるんじゃないですか。うん。ここは一番の見どころなんじゃないかなって思います。まあ、その他は特にないもんな。終わったわ、みんな。意外とこんなもん。うん。なので、あんまりこう、張り切りすぎず、やればいいと思います。はい、どっちかっていうと、7月1日のがえぐいの来そうやな。うん。って感じなんでね。まあこれを引くかどうかですよね、とりあえず今日明日明後日ぐらいで悩むのは。うん、なのでまあ引いてみたらいいんじゃないですか。皆さん迷うよな、俺も迷うね。うん、だってまずナインスター足りてないからね、250個あれば悩めるんですけど、まず悩めないっていうね。
まあこのね足りてない分をね魔法の力で増やすことはできるんですけど、やったら10連したいもんなっていうね思いもあるし、でブルームコインがいい感じに溜まりそうなんで、ここでナイスさ溶かしたくないっていう気持ちもあります。はい、なのでこれ待ってもいいんじゃないかな、俺動画にしたいけどさ、うん、っていう気持ちがありますので、ちょっとね、引くなら動画出すけど多分引かんと思うわ、うん。で、じゃあもうどうする、動画の締めなさすぎるな。あ、じゃあこれ引こう。はい、マイコそして本庄先輩で美味しいものクラブのおはがち引いて終わろう、うん、おはがちはお休みお休みがちやけどな、もう俺からしたら。よし、じゃあ行きましょう。なんかここでおもろいこと起きてくれ、頼むもうこれ以上喋れることがない。なんか意外と情報少なかった、もっといっぱい盛りだくさんかと思ったけど、やっぱりもう事前にね、いろいろやってきてたんで、この5周年に向けてなんかもうお祝いムードでずっとやってきてたんで、まあ当日はこんなもんですよ意外と。うん、でもね非常にもうすでに楽しませてもらってるんで、もう言うことはありません。ありがとう八内、5周年これからもよろしくお願いします。来い、さあこれからもね八内実況続けてまいります。はい、まあみんなにね見られる動画を出していきたいと思いますよ。さあ頼む本庄先輩来い、さすがに欲しいな。野崎ちゃんだけは弾けてるんですよ、フェス弦の。でこのノリで、まあ5周年一発目なんで、てか5周年一発目あかねちゃんやったな。じゃあ5周年2発目いきます、来い頼む。5周年一発目のユアロー演出来ないですね、頼む。あー違う、そっちじゃない、そっちじゃない、本庄先輩じゃない、ほう塚原先輩出てるやん、仲良しやけど。はい、ということでですね、これ粘るいい、どうする、寝る、迷うな。まあなんか変な3時とかに動画上がってたら頑張って編集したんやなと思ってください。でまあ朝10時とかに動画出てたら、ああちょっと寝たんやなっていう感じで、思ってくれたらなと思います。はい、ということで、まあただねもう5周年に到達したっていうことは非常に嬉しいことやし、もうすごいことだと思いますので、まあお祭り騒ぎでね、盛り上げていきましょうよ。うん、今なんかツイッターのイベントなんかキャンペーンもやってますしね、ということで、まあなんかやっぱ新キャラおらんと盛り上がりに欠けるなまあこれは共通してみんな思ってることなんじゃないかなと思いますけれども、まあね、あまり言っても仕方ないんで、しゃあないなっていう感じで、許してあげてください。はい、ということで皆さんの思うことを、ね、コメントに書いていってくださいね。はい、ということで、5周年、まあ超スゲームオンラインも、4周年いきましたので頑張っていきましょうよということで、これからもね見てくれたら嬉しいでございます。今後とも皆様改めて、よろしくお願いいたします。はい、ということでいつもねありがとうございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターも出ます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、なんか意外ちょっとグダグダになっちゃったけど、女性南水さんのジョスでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。